ニュースパイク履いたら、はい、めっちゃ打てたこれ見よがしに何あ、おいたんかおい。いやいやいや、なんすかそれ。おお、聞きたん、聞きたいでしょ。聞いてくださいと言わんばかりの。ニューバランスの、はい、新スパイク。おオールスターモデル。オールスターこれこの間のあの、はい、マイナビオールスターゲーム2019で、はい、あ、や言ってましたよね、パチさんたち。行ってきた。千葉ロッテマリーンズのレアード選手。おう、寿司ボーイ、寿司ボーイレアード選手が履いてたスパイク、それが一般販売されたのよ、はい、あ、レアードさん、貸してもらっていいですか。貸してもらっていいですか。これかっこいいなと思ったよ。これかっこいいな、うん、これボールの縫い目ですか。なんと、はい、あ、いい派です。ちょっと変なとこついてますよ。かかとの。あれなんか斜めってます？斜めっていうかそんなとこついてねえし、そもそも。これが大事なんですよ。何ですか？ニューバランス的には。ずっと最近ポイント入ってるんだけど、はい、ポイントスパイク、はい。足の調子が良くなってきて、ああ、やっぱ金具の方が引っかかるなと。なるほどなるほど。もあって今回金具をゲットしてみた。ちなみにレアードはもう外発世代だから。同い年。同い年ですか。そう、まさかの田上健一に続き、田上に続き、いよいよプロ、現役プロもライパーセで出てきてるから。いやいやいや、それはいるでしょうよ。そう、全人類に。 そうか、その年齢は。というわけで本日は SWBC ジャパンの平日練習に参加しました。元バド部ワールドペガサスの亀ちゃんも参加しておりました。亀ちゃんガンガン成長しているようです。ところで今回ある方が参加しておりました。誰かと言いますと SWBC ジャパン A チームの小宮監督です。これはアピールの大チャンス。ここで頑張れば監督の目にも止まるはず。一気に A と近づく近道です。こんな機会は滅多にありません。まずは E スパイクを履いて守備でアピールしたいところ。ちなみに A チームの沼選手も参加しており、さあラスト、沼選手に負けずにアピールしたいところ。やべえ、このままじゃ全くアピールできていません。逆効果です。こうなったらバッティングでアピールです。レアードさんパワーをください。ちなみにこの時小宮監督はベンチの前にいらっしゃいました。見てますか小宮監督。あ、すごい。くそー、全然打つと思ってないのか、もともと眼中にないのか。センターの綺麗な突きを見てましたよ。少し早いけど一緒にお突き見しませんかと言わんばかりの小宮監督。確かに完全にノーマークだったが、今度こそ見せてやりますよ。見ててください。怒りを込めた渾身の一振り。しっかりとタイミングを取り、インコース気味に来たボールに対して、まるでホームランダービーのレアードバリの放物線。ソフトバンク内川さんを意識したフォロースルー。打球は闇を切り裂きながら、まるでスノーモーションでゆっくりとレフトスタンドへ。選手みんなが見守る中、ピッチャーかぶってますが柵越え。さすがにこの打球は、これは監督見てください。あ、見てね、全然見てね。あと2、3年いい叩き。チャンスません。じゃあワンアウト2、3塁叩き。もう一回プレイ。
引き続き精進していきます。はい、バイさん。はい、お疲れさまでした。じゃあ今日もいい練習してましたね。じゃーん、おお、完全に下半身だけ見たらレアード選手だね。えちょっとじゃあ、あ、すごい、レアード感なのかこれは。これすごいね、面白かったな、はい、どんな感じなんすか。はい、ちょっと言ったけどさ、ここソール硬いって言ってたじゃん。硬いっすね、確かにアメリカ製硬いんだけど、はい、でもやってる感じ全然その硬さなかった。なんかやっぱ硬い方が、うん、あの跳ね返りが強いんで、あの力が出やすいっていうのがあるかもしれないですね、うん、そのなんかね、はい、反発感を感じたかも。あ、地面の、うん、ついに ついに地面の反発を感じさせていたんですか。あの伊豆さんと一緒にやった、はい、あ、はいはい、ジャンプのやつね、はい、今日意識してやったりしたんだけど、はい、なんかね飛べたね、いつもより高く高く飛べた。3時間練習しても全然新スプリントの足の痛みもなく、うん、全然いい。そう、またこの歯もね、はい、この微妙な角度、このかかとのね、はい、1、2っていうこの形これが多分決めるね、はい、それがいいバランスを保っててくれたと思う。あの飛距離は完全にこのスパイクが生んだと思ってる。思ってる。実力ではない。実力ではない。よし、帰ろう。はい、よし、お待たせしました。あっぱれ夏の迷彩 T シャツ入荷です。週7で着ることを強く強くおすすめいたします。